はい、どうも、改めましてというか、ちょっといろいろ大変だった、大変ですよね。ちょっと展覧会開けて、また次々って感じなんですけど、そうですね、ちょっと今回、トパク東京ホースの展示での、なんていうのかな、テーマ設定とか、そのモチーフになっているものを、リサーチしてきたことなどを踏まえて、ちょっとその現在の進捗の状況みたいなのを伺っていこうかなという感じなんですけども。そうですね。じゃあ最初に今回、どういうテーマを設定されて、それについて、ね、どういう関心を持たれて、その最初のプランというか、そういうものを作ったかっていうお話を聞かせてもらっていいですか？最初のまずテーマ設定で、間っていうものを、伝統的な空間認識の概念の間を選んで、その間について主に日本庭園からリサーチしながら、クルーズターミナルの景色を生かして、あそこに固有の空間を作り上げていくみたいなことを設定しました。で、最初、そうですね。場所が、半、ちょっと、どこ出ちゃう。半野外の、ターミナルの外が向こうに海が見える場所が展示会場になったんですけども、その向こう側の海っていうのを、日本庭園の概念である借景として取り入れて、で、内側と外側のつながり、どこに内側があって、どこに外側があるのかっていうところを、東京と外とか、そのターミナルの建物と外の海とか、そういういろいろな対比の中で考えていこうかなっていうふうに思って、AR を使ったり、立体物を、現実の立体の造形物を設置して、そこから別のレイヤーということで、AR で橋を作ったりするっていうような案で、まず始めました。これはもともと藤倉さんが、やっている、なんていうのかな、藤倉さんの、制作活動と、どういう形で関わっていますかね。例えば普段制作されている作品との関係で言うとね、今回の展示がどう、これまでとこうつながってて、ある面は例えば新しい試みだとか、チャレンジしてるとこだとか、そういうのってありますか？そうですね。いつも主に多分空間について考えていて、景色とか空間とか、と目の前にこう切り取られた独立した景色としての空間がどこに存在しているのかとか、その目の前にある物体、割と強固なマテリアルを持つ物体が、ただいる姿っていう、そのただ存在しているっていう、ところが、どこに存在しているのかとか、今私が見ている、この私がいる場所との関係性とか、そういうことについて考えながら、作品を作ってるんですけど、具体的に例えば今回みたいに、日本庭園とか、とか、そういう伝統的な概念とか、その、なんでしょう、そういう具体的なものを元にっていうことはしていなかったので、ちょっと、多分そうですね、作品作るときにもちろん伝統的な概念とか空間を捉えてきた歴史とか、そういうものは絶対入ってくるんですけど、でもそうですね、日本の文化のっていうのは初めてやりま確かす。にね、改めてそういうお題を設定されるってこと、普段ないですからね。ね、お題を出されるっていうのはそんなにないかなと思うんですけど、でも藤倉さんの、
これまでの作品というか、っていうのはやっぱりこうなんか、なんていうのかな、荒野の中にこう何か都市が現れたりとか、はい、ちょっとこう幻影といいますかね、ちょっとこう なんていうか、あえて言えば幻覚っぽい感じがあったりなんかして、はい、でそういうモチーフっていうのがやっぱりどっかその、なんていうのかな、 3DCG って割とこうリアルなものだったりするから、それが現実にあるみたいなイメージを与えやすいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういう意味でこう VR なんかとも親和性がっていうところあると思うんですよね。でなんですけど藤倉さんのなんか 3D 作品って、ちょっとこうもうすでに幻覚っていう点ですけど、幻影っていうのかな、ちょっとこう幻っぽい感じがあって、でそれがなんかちょっとそのこう実体感があるようなないようなみたいな、そういうちょっと、もちろん映像なんだから当たり前といえば当たり前なんだけど、どっかその 3DCG という、ある意味ではそのこう 3D であるものであるものが再現されているものなのに、どっかこう映像なんていうのかな、その実体感みたいなものっていうのがなくて、それこそそのあっち側みたいな、あちら側にあるっていう、ちょっとそういう雰囲気が あったんですよね。まあそういう意味で言うと、なんか今回その間とかそういう借景だとか、その空間、特にその日本的な空間の捉え方みたいなものを、はい、その制作のテーマに取り入れた時に、やっぱりなんかこう随分インスパイアされた部分があるんじゃないかなと思うんですね。そうですね。ありますね。そうですね。リサーチに行って、鎌倉の庭園に行ったんですけども、うん、光明寺っていうお寺にある庭園と、あと瑞泉寺っていうお寺にある石庭に行ったんですけども、うん、だいぶ、まあ、瑞泉寺、特に瑞泉寺が冬だったっていうこともあって、石庭、自然の岩を切り取ったように作った珍しい庭園なんですけど、うん、植物の生命の気配がほとんどなくて、池にも特に生き物も虫もいなくて、でもきちんと中島があって、でお堂があって階段があって橋があってっていう、ちょっと舞台、庭、その中を歩いて経験する庭なんだけれども、引いてみて割と正面性の高い舞台装置のような感じがして、でその舞台を外から見ている感じがとても例えば首都高の柱を見ているとか、そういう時とをちょっと思い、なんか重なるような体験だったです。それで、でもより庭は要素、あらゆる、なんでしょう、現実に結びつく、まあ、現実の景色を取り入れたりしてるけれども、それぞれ多分すごい、削り取って、なんだろう、尖らせたものを置いていて、クリーンなもの、ノイズの少ない状態になっているので、なんか庭を見るっていう、庭を見て庭を経験するっていうことがすごく、なんでしょう、見えている景色の向こう側のレイヤーについて考えたり、その、うん、普段幻影として作っているような、そのまさにピュアなその世界についてそのまま見つめているような、うん、ってすごくとてもいい経験でしたなんか確かにちょっとね、写真とか映像をこう見せてもらったんですけど、その
イメージが割と何て言うのかな、その結構イマジネーションの上を行く感じが あったね。何 て言うか、そういうちょっと想像の上を行く感じがあって、なんかすごいインパクトだなと思って、これはなんかいいモチーフを持ってきたんじゃないかと思って で、何て言うか、その、何でしょうね、ああいうそのホラーな建築みたいな、よくその建築家なしの建築とかって言われたりするものとかありますよね。その洞窟がそのまま建築的な構造になってるみたいなものとか、そういう感じがあるんだけど、でもやっぱり庭ですから、その庭っていうある種こう人工っていうかね、人の手が介在した何かそういう自然のような人工のようなっていう、ちょっとこう本当に 3DCG の世界となんかすごくこう考え方とマッチするようなところがあって、そう思いました、すごく。そうですね。でその何て言うんですかね、こう間っていうことなんですけどね、その実際にこうでその会場になるデッキに、庭のようなはい、そうですね。構造を作るっていうプランなんですね。そういうプランで今進んでるんですけど、でもだいぶちょっとリサーチを経て変わりまして、もともとデッキをどこの場所、なんか内側なのか外側なのか、どういう庭の奥、なんでしょう、公式に照らし合わせて、どこで捉えるのかっていうのもちょっと悩んでたんですけど、まあ、ちょっと縁側みたいだから、本当にデッキが縁側のような形をしているので、あそこは縁側にしようかとも思ったんですが、もう、あそこを内側にして外を眺めるっていうよりも、外をあの場に取り入れるというような形にしたかなと今思っていて。で、海があるじゃないですか。すごく はっきりとした海が。庭園の中で海っていうのが多分ずっと重要な要素で、ない海を表現するとか、海を表現してその中に島を置くとか、そういうことが行われてたんですけども、東京の庭園とか、なんか海の近い庭園には潮入りの水を内側に引き入れる庭園とか、そういうのがあるっていうのを聞いて、原さんとかとお話しして、そうですね、海をそのまま、取り入れようかなと。で、庭に行ってみて、庭っていうのが割とダイレクトにもう見たり、体を置いたりして感じるべきものだなっていうことを思ったので、なんでしょう、体が置くとか、時間を経験するとか、そういう体験を、できるだけその場にあるものを取り入れて、そういう体験を作るというようなことをしたいなっていうふうに、ちょっと変わりました。なんかね、その普段例えばその映像として作品を作ってるんだけど、今回やっぱり特徴としてはその空間を使うっていうことで、初めてではないにしても、なんていうのかな、その鑑賞者が、その空間を体験するみたいな作品っていうのは結構珍しいんじゃないですか。そうですね、多分インスタレーションっていう意味では空間を経験するのを作ってたんですけど、その地にある景色を取り入れてっていうのは、なかなかないですね。それと、なんていうのかな、こう空間の規模的に、その、例えば庭って、いろんな大きさあると思うけど、やっぱり今回の展示空間で言うと、結構、割と大きな空間を扱おうとしていて、で、例えばその中を、作品の中を移動するとか、
歩いたり、そういうふうに移動するみたいなインストラクション、まあ、インストラクションというほど強いもんじゃないと思いますけども、そういうのは割と、初めてというか、初めね、て。こう、庭園、今までは何て言うのかな、その映像の中に庭園を作ってたんだけど、今度はその、映像が空間にその拡張するっていうかね、逆のその拡張する方向になっているっていうのがすごく面白いなと思っていて。で、なんかその最初はこう AR って言ってたんだけれども、むしろ空間にしちゃったらでそのまま体験した方がいいじゃないかっていう、それってやっぱりなんかその、なんだろう、庭園のリサーチの影響が大きいのかな。そうです。どういう体験を作るべきかっていうところで、今回は空間なのかなっていうふうに落ち着きそうな感じになったっていう。なかなかね、藤倉さんの作品の世界っていうのはすごく、独特なもので、やっぱり、なんていうかこう、実際のあの空間の中に入れたとしたらどうなるんだろうなっていうような想像もちょっとあったりするのね。もちろん、あの世界の中には人はいないんだけど、人間がいない世界なんだけど、でも、あそこにね、なんていうかな、人間がこう、阻害された世界だな。人間がその、排除された世界とも言えて、そういう意味では。その中に、入るっていう、ちょっとこう、行ってみたいな、みたいな、そういう気持ちを起こさせるんだけど、なんかその、今回のとか、その、AR 的なものっていうのは、やっぱりなんか、どっかしらこう、体験的に、その、作品の中にこう、身を置けるっていう面白さがなんか、あるような気がするね。で、その、藤倉さんの作品の構想自体も、なんていうか、それに応じて、なんか、最近、どんどん拡張してってる気がしていて、すごく面白いんですけど、その展開がね。そうそです。れは、やっぱり、なんていうか、そういう感じがあるのかな。例えば、それは、こう、私がその空間を体験したいからみたいなこととかさ。そうですね。あとは、多分その普段その幻影のその向こう側のところっていうのは完璧にレンダリングされた映像出るんですけども、絵面にしても映像にしても、完璧に定着してレンダリングされたものを出す状態で、こちらからその、なんだ、出力されて見ることができるけど、まあ、同じトーンの、漫画の同じトーンの人間とかになることはできなくて、絶対こう窓のこっち側から見ることしかできないっていうのがあって、でもその状態がすごくリアルでいいなと思ってるんですけど、例えば AR とか空間に広げてとか、それを行って、なんでしょう、空間の中に行くというよりは窓のバリエーションを増やすみたいな感覚があって、例えばその庭のようなものを作って、その中を体験したとしても、絶対にそうですね、あちら側へはいけないっていう前提があって、例えば AR を出して現実に重ねたとしても、 AR ので出ているオブジェクトはちょっと写し絵のような感じで見えているだけで、あるかもしれない存在として一部を見ているだけで、絶対にその同じ質量を持ってここに置くことはできないっていうのがあって、その状態がすごく景色について考えるときになんかいいなと思っています。で、そういう意味では、今回もね、その庭園というくらいの空間の広がりを、その作品の中に持つことによって、まあ、例えばその、実際にそういう作品世界が、実空間に現れるっていうだけじゃなくて、むしろ、例えばその映像なんかも一緒にこう、使うことによってね、ちょっとその体験者がどういう形で、その、
エクストラにそういった映像なりなんなりで、自分のいる場所とか、そういうそのシチュエーションに応じた空間体験を得るのか、ちょっとまだ詳しくは伺ってないんですけども、でもちょっとそういうね、ことも考えてるわけですよね。そうですね。順路のようなものがあって、で、順路の途中の後ろの自然の背景まで合わせて、ここの切り取りみたいな場所で映像を、そこの実景の中にもっとあるかもしれない建築があるような、映像を作ろうと思ってて。そういうものがその場所で再生できるように、なんかスマホとかで再生できるように、リンクを置こうかなと思ってます。なんかそれが、それこそさっきその窓って言ったけどね、その全部を見ることができないみたいなこととか、なんでしょうね。まあ、そういう意味では、今回、バック&フォースみたいな、こう、もう一つ、コアになるテーマがあったと思うんですけど、日本のそういった、伝統と現在とっていうのを、行き来するという、そのバック&フォースのテーマがあって、それで言うと、やっぱりその、現代の空間、現代の空間を、その、どう捉えるかによって、例えばその、これから新しく作る庭の、あり方も変わってくるんじゃないかっていう気がするんですね。今、そのリサーチで、その日本庭園のことを調べたり、ということをやっていて、で、かつ、じゃそれが、借景とする現代の空間っていうのは、なんていうのかな。まあ、そこでこう、バック&フォースが起こるっていうような感じはちょっとあると思うんですが、なんて言ったらいいんですかね。その、現代の空間っていうのをどういうふうに取り込むかっていうようなことっていうのは、そうですね。そのまま景色に取り込もうかなと思っていて、そもそも背景に見える海っていうのも、日本庭園の昔からあるような風光明媚な海っていうよりは、向こう岸にプラント、コンビナートの、工業、すごく工業的な景色が広がっていて、で、目の前の海も、コンテナをたくさん積んだ貨物船のような船が通り過ぎるっていう景色が見れる場所なので、で、展示場所のデッキ自体もすごくコンクリートの現代的な場所で、そうですね。庭の公式を使うけれども、すごく現代的なものを、今に固有の景色というか、そうですね。その背景の景色に、さらにデッキの舞台を加えることで、しかも、展示も期間限定ですし、そこで体験してる人も含めて、その時だけに起きた、時間がぐるぐる回ってるような場所っていうのを作りたいと思っています。庭で、伽藍石とか、欄干を持ってくるとか、そういう、してくるっていう、他のところから移築してくるっていう概念があるらしいんですけど、後ろに見えている、すごく工業的な場所、生産が起こっている場所からちょっと移築してくるみたいな意味で、立体を置いたりとかもしようかなって思ってます。まあ、あと、なんていうんですか、その、日本庭園っていうと、例えばこう、見立てみたいなものがあって、まあ、それこそその枯山水みたいなものもそうかもしれませんけれども、水はないんだけれども、まあ、そこにこう、なんか、そうですね、その何かをこう、何かと見立てるっていうようなことがあると思うんですけども、まあ、一つはね、その、さっき言ってたそのデッキって本当に、
何もないじゃないですか。本当に、ね、ただのその、こう、ガラーンとした空間だったりして、で、しかも、見えるのは水平線でね、まあ、それはそれでかっこよかったり、夕日もすごく、なんていうかな、こう、フォトジェニックな感じもあるんだけど、非常にこう人工的で、こう、空っぽな感じがする、広い空間だと。で、そこにこう、ある、こう、見立てとしてね、何かこう、その造形物を置いていくっていうことなんですけども、何か一つこう、モチーフになるものとして、橋みたいなものがあるというふうに伺いましたけど、その、ちょっとこう、橋、これはネタバレ系でよかったんだっけな。まあ、ちょっと、まあ、でも話しますね。橋とかをこう、作られるとか、例えばその、どういう、今回作る、庭っていうのかな、に、その、どのようなこう見立てが行われているのかとか、はい、ちょっと、お話しいただけますか。そうですね。見立て、そう、まず橋なんですけど、橋を作ろうと思ってます。で、回遊式の、まず回遊式の、なんだ、道があって、中を歩いて見る、景色を見ながら考えるという庭園を作ろうと思ってて、で、回遊式の、その道の途中に橋があったり、道と道を橋がつないでたり、ちょっと海に見立てた場所を橋が渡ったりするような場所を作ろうかなと思ってて、で、ここはそうですね、これもリサーチしてる時に橋をいくつか見たんですけど、そのすごくプレーンな形の橋がこちらからあちらに向かってこう橋を渡っていくっていうすごい象徴的な行為が庭園の中にあって、で、原さんとお話ししていて、三島由紀夫のテキストで、そういう橋について、日本庭園の橋について語っているところがあって、で、その庭園の歩きながら、例えば橋のこちら側からあちら側に行くときに、過去から未来へ行くかもしれないし、でもその時間はすごい可逆的なもので、この場所がこっち側が過去でこっち側が未来っていうふうに決まっているのではなくて、その体験者によの本当に固有の、フリーとような時間経験として、今過去から未来へ渡ったし、また戻ってきたみたいなことが行われる可能性があるっていう。そういうそのお話にすごい共感して、で、実際に見ていても、何でしょう、その庭園の中の橋が外から見ても、そうですね、そこのスポットに限定的にこう発生している時間の流れみたいなものがあるなと思って、で、橋はその高低差もありますし、そもそも視点が変わったりするようなアクセントにもなるし、それで、そうですね、橋を含む庭の順路をこう、なんでしょう、一人の、体験者、鑑賞者が歩きながら、その固有の、その人の、なんだろう、もう一つのレイヤーでの時間経験をするみたいな、その舞台を歩く、聞きながら、その渡るという振りの行為をするようなことが考えられるようなところを作りたいなというふうに思って。なんかそれはその、なんていうのかな、こう、身体的な体験っていうのが、その作品体験にすごく、まあ、重要なものだと思うんだけれども、なんていうのかな、その、ある種の、導入っていうのかな、その、それを鑑賞する人が、まずそれを鑑賞するために、一つのこう、インスピレーションを得るような、きっかけっていうのかな。
そういう形になると面白そうだなと今思って聞いてたんですけども、まあもちろんそれがなんかね、その、はい、じゃあこっちからあっちとこっちみたいな話だと、もうちょっとあからさますぎるんだけれども、ただなんかそういう、今言ってたような、あっちとこっちではあるんだけども、そのあっちとこっちが、入れ替わったり、こう科学、まあ、科学的っていうのは、まあ、こう、行ったり来たりすればあれなんですけども、そういうちょっと、なんだろうな、それは何かっていうと、やっぱりこう、あっち側に渡るっていう行為が何かその、異界って言ったらいいのかな、その異なる世界って、まあ、異界への、こう、入り口っていうか、ある種のイニシエーションみたいなものとか、そういうような意味合いがあるような気がするんですけどね。それをうまくその背景に取り入れる景色の方角とかと合わせてなんか表現したらいいですけれど、導入はできればそうですね、ちょっと難しいですね。そのまま橋を置いといて、配置とかで勝手にこう歩いてもらえるような感じになっちゃうんですけどね。そうですね。で、なんかその、なんだっけ、最初に現地に行った時に、まあ、空港でもそうなんですけども、ああいう、その、ターミナルっていうのは、その、どこの国でもない場所だっていうような話をちょっとしてて、それがすごく、面白いなっていう、その場所自体の、その特性っていうか、そこがまずその出国した人がね、その入国するまではどこの国にもいないことになる 場所なので、そういうちょっと、まあちょっとデッキがどうなのかちょっと厳密に忘れましたけれども、知りませんけれども、ね、見なんえるか、そうですね、そのなんかニュートラルな部分、あとはその、そうか、船が着いて、その桟橋のね、ところなんかはまさにそういう場所なわけでしょ。そういうどこにも属さない空間みたいなものがあるっていう面白さがあると思うんですよね。だからなんか、ちょっとそういう空間の特性とか、そういったものを織り込みながら何かその、こう、空間自体の意味付けっていうのかな。そのインスタレーション、その作品空間の意味付けみたいなものが、こう、なんとかこう、濃厚にできてくるとをやりたいですね、ね。その、どんどん詰め込んでいけると面白そうですね。そうですね。そうですね。ちょっと形にどこまで詰め込めるかっていうところですね。形と、まあ、再生する映像と、すごい面白い場所ですよね。下が外国になる。そうだよね そう、だからなんか、ちょっと、その、構成としても、ちょっと変わった構成になっていると。その空間構成がね、その、そうですね。ここはどこに属してるっていうような意味では。頻繁に変わるっていう、状況に合わせて変わるっていう。でもそれってすごい、なんか、そうですね。壁があって、例えば高速道路の防音壁があって見えない向こうを想像するみたいな気持ちに似てますよね。ああ、面白い例ですね、それね。確かに。ね、乗ってるとね、自分がその車に乗ってると、違う、こう、わかるんだけど、確かに、これを外側から見てたら、どうなのかっていうのちょっと思にあうんでるすのかね。わかんないし、そこ実際料金払えないと車じゃないといけない場所だし、すごいなんか特権的な場所になっている、それを間近でいつも眺めているみたいな そう、なんか気持ちに似ている、すごい、そうです。なんかさっき高速の何ですか、柱をこう眺めてるってなんかちょっと言ってましたけど、そういうことはよくやってるんですか？やってみます。やってみます。おお。
ちらはよく眺めていますね。そうすると、こう、なんか、なんか見えてくるんですかね。なんか見えてくるっていうか。何も見えないんですけど。でも何も見えないけども、その裏のもう一つのレイヤーみたいなものにアクセスはできる気がします。多分高速道路の柱と言わず、いろんなところにあると思うんですけど、なんで、飲食店の裏手の壁とか、なんですかね。なんかね、最近そういう例えばこう古いビルが壊されたりするじゃない。で、そうすると、そういう隠されたすごい細いこう建物と建物の間の空間だったはずのものが、こうさらされる時があるじゃない。で、あれは結構好きなんですけどね。ああ、なんていうか こう、さらちのね、こう、抜けに、こう、すすけた、わかり壁まがす。現れるっていうかね。あれはすごいですね。元は何か起こっていた場所がごっそり持ってかれて。でもなんかなくならないですよね。その何かあった場所がこう抜かれてても、抜かれた景色だけを見ても、あ、絶対何かあったっていうことをこちらは知っているから、絶対に消えないっていうのも面白いなと思って。何もないと、けど、絶対こう人が重ねて何かを見ているから。そうですね。それは例えば、なんていうのかな、人の記憶ってことですか？個人の記憶ってことですよね。個人の記憶とか、まあ、記憶にまでいかない印象とか、そういうのんですけど、あったはずとか、まあ、高速道路の向こう側はあるはずだけど、実際にこう見えていないし、今はないかもしれないけど、あるっていう印象とか、あったっていう。ああ、確かにね。なんだろう。そう、確かに、世界が壁に囲われてたとしたらっていう話みたいなもんで、で、例えば、で、その囲われてる壁の向こうが本当にあるのかないのかみたいなね。なんていうか、こう、昔の地球が丸くなかった頃の人みたいな話だけど、そうですね。つまり、この道の向こうはどうなってるんだろうっていう話でね、その水平線の向こうはどうなってるのかっていうみたいなもので、確かに何かこう、壁があった時に、その向こうが、何にもなかったとしたらっていうふうに考えると、結構恐ろしいものがありますよね、なんかね。確かにそうですね。あ、でもなんかそういう水平線の向こうとか世界の向こうっていうものが、そう、日常的なすごい狭い範囲の話でところどころ起こってるみたいなことだと思うんですよね。あ、高速道路とか、その建物とか。まあ、下手すると自分の部屋の外っていうのもあるかもしれないよね。確かに。それはこう見えてないだけなんだけど、でも、なんかそういう見えてないものっていうものを逆にこう見えてないからこそ、見えるようにするみたいな。そうですね。見えるようにして、かつ、まあ、それが手に入るものではないっていう状態を維持しているのが思いますね。なんかそのぐらいの距離感がいいんじゃないかと思って。まあ、確かにね、こう、一方でこう、無だったらどうしようという恐怖感みたいなのが、なんていうのかな、こう、人類にはあったんじゃないかと思うね。無だったらどうしようかと。まあ、それってこう、なんか宇宙みたいなものがあるからっていう気もするんだけど、なんかね、自分、地球を飛び出て、その先ってどうなってんだろうみたいな。まあ、神の領域とかだと、あれ、想像力で補完したりとか、ですよね、きっと。無じゃなくて、神の世界があるはずだ、みたいな。でもほら、なんか最近、例えばゲームアート的な世界の、考え方で言うと、世界に限界があるんで、その限界の外に出たらどうなるかっていうようなことがテーマになったりとかね。
のがあったような気がしますけども、その世界の外側に出ちゃったとしたら。で、なんか今回のその作品っていうのは、ある意味では限定された庭っていう小宇宙みたいなものを作るものだけれども、でも逆にその借景みたいなものを持ってくることによって、その外側に何があるんだろうかっていうことを一つ想像させるっていうものもあるんだけれども、でもなんかその先はどうなんだろうっていうようなところも出てくるね。なんかそのこう水平線が見えたりするとさ、なんかこう、じゃあその先は無だったのかもしれないみたいな。そうですね。なんか私が多分個人的に無であるっていう想像をしたことがなくて、その常に何かの裏にまた世界が広がっているみたいなことを、まあ、考えてしまうんですけど、そうです。なんかそういうことなんじゃないかなっていう気もします。例えばじゃあ無があったとしたら、多分無はなんか間を満たしているものに過ぎなくて、そのあらゆるレイヤーがあって、限定的な例えば庭っていうあそこの場所があって、でさらにこうちょっと間は無が満たしたとしても、その向こうにまたなんか成り立っている世界があってっていう、結構時間とか地平が一続きのものっていうよりは、浮遊していて、オーバーラップしているんじゃないかなと思ってて。だから、どこかの領域っていう確実なものがあって、その外が何かっていうのではなくて、そうですね。間を何もないがあるかもしれないけど、こう、そうですね。非連続的な形で、こう、空間の広がりがあるんじゃないかっていうふうに思います。なるほど。そういう空間を、なんでしょうね。こう、旅行者の人に体験してもらうという、まあちょっと、使命になっているのかどうかちょっとわかりませんけれども。でもね、そういう、こう、空間っていうのがそこにこう、現出するっていうのは、すごく、こう、面白いことでもあるし、ある意味でこう、サイトスペシフィックな感じね。そうですね。割と、まあ、テーマがそうだっていうのもあるんだけれども、なんか、特に、藤倉さんの作品は、特にサイトスペシフィックな感じになったなっていう気がしますね。やっぱり、なんだろう、こう、借景とかそういう、実際にこう、その場の空間とか、ターミナルのある場所性みたいなものと、結構関係が出てきてるからかな。そうですね。おそらくいつも考えていることとか、いつも作ることとうまく場所の特性がこうマッチしたんじゃないかなと思って。それですね。なんか割とその AR みたいな技術っていうのも、さっき言ってたその浮遊しているとかね、なんかその層になっているみたいな言葉があったけれども、そういう感覚っていうものをすごく、持っているメディアだっていう気がしていたんだけれども、だから割とね、その、こう、そういう状態を、こう、捉えやすい、捉えているようなメディアだというふうに、ちょっと思っていたんですけども、今回は、まあ、特にそういった、こう、オーバーレイ、現実にその映像、別な映像をそのオーバーレイするっていう話じゃなくて、もっとなんか体験的なものと組み合わせることによって、普通にこう映像を見るものだけれども、何かこう自分のその今いること、今何どうしているかみたいなことと結びつくこう体験だから、同じ空間共有してるんだけれども、全然違うみたいな、全然かどうかちょっとわかりませんけれども、何かね、その同じ空間を共有してるけれども、でも、
体験としては異なっているみたいなことが起きている、はい、そういう空間が出来上がる、そうです、そういう空間ということですか。見たいと思ってます自分も見てみたいみたいな。そうですね、とにかくそうですね、あの場所はすごい強いものだと思ったので、うん、そこに景色を作るっていうのは一番してみたいことで、うん、今までも映像を作っていて、荒野、あの乾燥した土地、うん、巨大建築とか実際に、まあ、そうですね、最初のそもそも CG を作り始めた動機が、まあ、実際に撮ってみたい、作ってみたいけど個人の力では無理だったので、とりあえず CG を始めてみたっていう、うん、シミュレーションのような感じで始めてみたので、うんうん、そうですね、実際の場所とものっていうのはそうですね、ちょっと興味があって、うん、まあ、あとはやっぱりなんていうのかな、その屋外なので、屋外っていうのは今回ね、その藤倉さんだけ なのかな、うん、ね、で屋外っていうのはやっぱり面白くて、その変動要素が結構あるじゃないですか、うん、それこそ天気とか気候もそうだし、雨降ったり雪降ったりするかもしれないし、まあ、そうなった時に出られるのかって問題はまあちょっと置いといて、時間もね、例えばその夕暮れたり、まあ、そういういろんなこう時間の変化みたいなのもあると。でそうすると作品が変わらなくても自然が変わってくれるみたいなところもあったりしてね、結構そういう感覚がすごく、なんだろうな、今回のその作品ってそういうものがこううまく自分の作品世界にこううまく引き込めたなっていうふうにちょっと思ってますけどね。そうですね、すごい楽しみですね、その自然界の変化のようなものに対応してくるっていう、うん、見れるのが楽しみです。うん、なんかその今回のテーマで言えばね、その、はい、やっぱりこう日本的なものっていうのって割と、なんだろうな、まあ、ベタにそういうものを期待してくる人ももちろんいると思うんだけれども、でも割と、なんだろうね、さすがにその最近の旅行者とかは案外もうそういったそのステレオタイプなものっていうのは縮小気味なんじゃないかっていう気もしなくもなく、まあ、それで言うとそのなんていうのかな、こう、まあ、それこそ、出品作家のもう一方の津田さんはその小津安二郎をテーマにしたりしてますけども、例えばね、それこそベンダースが小津安二郎の映画を見て東京物語にある東京を探しにやってくるんだけど、そんなもん全然なかったっていう映画がありますけどねそれと同じでね、そういうふうにその東京を探しに来るんだけど、そういうものはもう全くなかった、だからこういうところで見るっていうことでもなく、なんとなくそのこうありのままの東京っていうか、まあ、それこそ あの場所自体、それこそある意味では典型的な東京のイメージの一つでもあるかなっていう気はしているんですよね、僕なんかは。典型的な東京のイメージですよね、うん、あの港の感じが、うん、でそういうものとやっぱりなんかこう伝統的に、うん、まあ、そういうものが僕らに遺伝子までにこう入ってるかどうかっていうとちょっと怪しいけれども、でもそういう日本的なものの考え方、これまでのね、そういった古いその日本庭園の考え方みたいなものっていうのをその導入してくるっていうことによってね、なんかこう今のこう風景、現在の風景がだいぶこうそれこそ生かして見えるっていうようなことっていうのはすごく面白い探検になるんじゃないかなと思ったりしてますけどね。そうです。
ちょっと具体的な形の部分とか頑張りたいと思います。はい、はい。そうですね。そうですね。楽しみにしてますっていう感じです。締めちゃってもいいですか？ はい。じゃあ、そうですね。完成を楽しみにしてます。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。